小学校とかがこうあるからパトカーもこう巡回路になってんだな。ちょっと不審者っぽいからとか不審者やからちょっとパトカー走らせろという無線が飛び交ったのかもしれませんね。だとしたら岐阜県警は正しい仕事してますね。まあこの辺りも結構河原に出してやってますね。あ、そっか、世の中3連休ですもんね。土岐小学校なんだ。これも渡らずにまっすぐ行っちゃっていいのかな。しかしあれだな、意外と駅遠いね。本当に遠いな。しれっと一駅間だけど。あ、途中で温泉逃してるのみたいか。結構温泉入る気満々になってたもんな。はい、まあ、その前にタオルも何も持ってないんで、あそこはでもちょっとちゃんと調べていきます。あのところ米にもあるんだ。何がびっくりするって、こんだけ歩いて一軒もコンビニないですもんね。あ、なんかレイリー山崎の看板がちらっと見えてましたけど、あれだけだったな。しかも実店舗どこにあったのかわかんないし、まあ、でも奥には山田電機もあるみたいですし。あ、消防署もなんかやってる。なんか今日来る途中どこだったっけ？エナか？え？エナ？エナじゃない。カニか。カニ寿司の方でもなんか消防署でやってましたね。あ、地震体験者かね。秋の防災月間ですもんね、多分。そういうことかな。地震体験者が出してもらってるんですね。ああ。ああ、そういうことか。通学時間帯は一方通行なんや。あそこいろいろ来てる。あ、あれはキャラバンタイプのやつですね。じゃあいいんですけどね。ルーキーあるんだ。あ、手前の消防車で慰霊碑があるってこと初めて見ましたね。まあこの辺りも土砂災害とかいろいろ起こりやすいところですもんね。さっきも途中でねなってました。じゃあそこもまた多分土砂災害なのかな、ずっと止めになってますもんね。渡った方がいいのかな。どっちから行けばいいんだ。あ、そこにでも、そこにあるね。あ、駅って寝てる。そこでいいんだ。なんかスーパーあるし、そこで買っていこう。はぁ、疲れた。津波ステーションって出ましたね。よかった。せっかくだから
エビバディーズストアメイト、どこの系列？真っ赤に書いてある、人気になる。駅は先をまかったってことか。じゃあここはそんなしくここは渡っといた方がいいな、ぞってね。ああ。そう、先のところが19番ですもんね。はあ。なるほどね。気になるな。一応ちょっとちらっと見ていくか。カメラは回さんと。はあ。エビバディーズってなってる割には、パッと見えんのがコインランドリーしか見えんからな。お昼か。お昼だ。どっから入る？変則なんだね、本当に。いけるんだ、いけるもんだと思ったらいけないんだ。ここはいけんくて、次のタイミングなの？タイミングがわからん。あ、ここでいいんだ。じゃあ、やってみようか。チラシと配るってなってるし、誰か入ったら、この宮か。この宮なのか。なんだってなんだって言ったらダメか。まあいいや。